Ende. こんなの見たことある？あるとは言えないな。すごいね。ええ、何？何あれ？よくわからないが、エンジンと呼ばれてるからには重要なものだろう。ブリッジの真ん中に配置されてる。動いてる。誰かいるかしら。確かめましょう。エレベーターはダメ。非常電源につなげられるストリームポイントはない？あるぞ。いい知らせね。悪い知らせもある。唯一のポイントは最上階だ。階段がある。登れるぞ。だがサラ、大丈夫。大丈夫そうだな。私は、いいか、聞いてくれ。上の方は医療棟になってる。鎮痛剤を探してからあのエレベーターを普及させる。いいね。キャット、フロアの様子は？無人よ。ここで別行動は危険だわ。一緒に。だがそれしかない。平気か？できるだけ早く戻ってくる。いいね、イムザディ。わかった。嫌な予感がする。そうだね。手分けして探そう。その方が早いかもしれない。うん、いいよ。プレガバリン、ガバペンチン、アミトリプチリンって薬を探してくれ。それか抗痙攣剤や麻薬性鎮痛薬でもいい。何か見つけたら後でまた名前を教えてよね。サラは何も言わなかったが、クレアはあいつの親友だったんだ。それは知っておいてほしい。平気だよ。微妙に距離があるのは前からだから。あいつには
以前から悩みがある、はあ、悪夢を見るんだ。ここへ来てからずっと抱えてたことを思い出すようになったみたいで、あいつが怖がってるのは何なの。お前の親父さんが見つかることだ。え、本当？ああ。じゃあなぜこのミッションに。地球で待つこともできたのに。さらには大事なことなんだ。行き過ぎかもしれんが、一旦世界を救うって義務感に燃え出すと、あいつはとにかく止められないだね。メモっとこ。メモらないとね。
全員護衛付きで居室へ戻れ。夜間のシフトについては直属の上司に聞くように。アイザックにプロジェクトを手伝ってもらったそうだな。私が明確に却下したプロジェクト。人々は助けが必要なの。必要なのは仕事だ。彼らが担当表に名前を書かずにここで夜を過ごしていたら作業が滞るばかりだ。それにこの塔は妊婦のために開けておく必要がある。ああそうね、コロニーの妊婦さんね。現実の人間より存在しない妊婦さんたちのためにベッドを開けておかないとね。だがここで行われていたのはリハビリではないのだろう。一体何をしていたんだローサ。反対運動か。ここは崩壊しかけてるウィリアム。壁や屋根は砂嵐にえぐられ続け、オーダムの突然変異は言わずもがな。私たちはこの惑星の地表から出ることもできない。こんなのうまくいけっこない。地球に戻るしかない。苦難は全て進化と進歩の代償に過ぎんよ。私たちならば突き進める。この数年間で起きたことを踏まえて、それでも地球にいるよりもマシだって本気で思ってるっていうの？保安部が何もかも1時間で元に戻してくれるだろう。ずっと黙ってた。すまない。あなたのことがわからないわ、アイザック。皆の声は聞こえてくるでしょ。もう何年ここで挑戦し続けてもうまくいかない。空間が足りない、食料が足りない、進捗が足りない。なのに黙ってる。簡単な話じゃない。ミラ、家族を残してきたあなたも同じでしょう。家族に会いたくないの？待って、アイザック。ごめんなさい、今のは。全員護衛付きで居室へ。覚えとかないと。覚えとこ。ライアン、マッカーサーが間に合わせの刑務所として使ってたエリアを見つけた。マジかよ。暴力、破壊、略奪、みんなここで一緒だったのにこんなことになるなんて、わけがわからないよ。人の考えは変わる。そうだね。
覚えとかないと。薬局がある。いいぞ、何かないか探してみる。ドアがロックされてるけど、ストリームにつなげれば開くわ。よし、頼む。
通の ASE ボタンじゃない。うん、どうやって器用だな、アイラ。他になんか技あるか？トリック的な。ここに医薬品があると思う。プラガベンチンとかいう薬もあるかも。いいぞ、完璧だ、使えるぞ。それにこいつは抗うつ剤か。こんな大量に。変だな、夢の火星暮らしのはずなのに。よし、必要なものはあらかた手に入ったぞ。次は上に登る方法だ。一つ考えがあるんだけど。あれを登るのか。他の道は塞がれてるもの。一人じゃ無理だ。登る練習ならバッチリ。ストリームポイントをいじれるのは私だけよ。あなたはさらに薬を。危険すぎる。大丈夫だって。気をつけろよ。ええ。何か見落としてる。スプリッターが使えるかも。
まで行けそう。覚えとこ。そこにいたのか。みんなでずっと探してたんだぞ。その椅子小さすぎないか。この椅子はもう何年もずっと使われてない。アイザック、なぜだと思う？多くの人がここで妊娠するとどうなるかを恐れているからだ。どんな症状が出るかわからない。人類は適応するからこそ進化する。障害を前に立ち止まっては意味がない。試してみなければわからない。代償は払わなければ。君、家族はいるのか？地球に？いる。それで何か用か、アイザック？砂嵐でハーシェルがやられた。居住区プロジェクトに必要な合金が手に入らない。オーダムはどうだ？今後数ヶ月待つような配給計画を検討してはいるが、その情報が漏れて皆が働くことを拒否している。ローザと話す、ホームワードなどくだらん茶番だ。ローザに精神医療棟を用意してやれば皆の助けになった。助けにはならんよ。彼女は柵の弱点を探っていたにすぎん。だからローザは私が対処する。そこにいたのか。みんなでずっと探してたんだぞ。
を取ってくる。大丈夫。月にいた時と同じ冷凍睡眠ベッド。そうか。頑張ったのよ。ヘリウム3で MPT を修理しようとした。あなたのお父さんもあなたをここに連れてくるのに、ヘリウム3が。彼が大停電を引き起こした。一つの判断、全てを狂わせた。わざとじゃないわ。善意は誰にでもあるの、キャシー。善意を持ちながら。だから、一人で大きな破壊をもたらした人間はいくらでもいる。大事なのは正しいことと間違ってることの区別よ。クレアはそれができた。あなたはどう？あれがあったら完璧なのに。バリケード。これってエイリアン？いかにも SF っぽい機械だな。誰が作ったか予想がつく。それじゃ手分けしましょう。メイン端末をハッキングしてみる。ライアン、エレベーターで階段を迂回できるか調べて。了解。私は何を？これが何なのか調べてくれない？飛行用とは思えないし。覚えとこう。アイラ、このミラーの放射照度は読み取れる？私の予想通りなら。夕日から600ワットも？
すごいじゃない。このエレベーター動かないわ。自信満々だな。今まで一緒にやってきてわかるでしょ。どうかな。受信機が破壊されてる。ああ。アークラボスに再接続できない限り動きっこない。そうなるとパノプティコンは後回しだ。パノプティコン。なあ、ハニー。パノプティコンって中央から周囲を監視する塔だよな。うん。サラ、下の階でしてた話、今できる？私は。今はやめて。集中しないと。わかった。アークで使う MPT 位置調整ユニットね。これを使えばアークラボスと再接続できるかも。よかった。のポンプシステムね。じゃあ、あの真ん中の大きな球体から流れ出てるのはただの水ってことか。水を何度でも再利用する閉鎖パイプラインよ。この水、なんだか…綺麗か。大学時代の記憶が確かなら、プランクトンのおかげだ。プランクトン。夜になると浜辺がライトアップされた。はいはい。本当だって、俺たちも一緒に見た。なあ、ハニー。え？あいつも、あの頃はもっと興奮してたのに。侵入できた。見に来て。彼らの OS が私の想定通りなら、ここを押せば分析データが手に入る。
はず。データ読めてるか？この機械は大気の成分を地球と同じ化合物に変換する装置よ。変換効率はほぼロスレスだ。持ち帰るべきね。この技術があれば地球の大気を元に戻せる。まあ地球となるとこれ一台じゃ足りないな。